こんにちは。ベンチャーチームへようこそ。今回はですね、ダンスプログラム指南のレッスン中に聞いてもパッとよくわからない動き、これらを解説していきたいと思います。ダンスプログラム指南はスミルズといったプログラムの中の一つになりまして、ジャンルとしてはダンスエアロに近いものになります。ダンスの動きをさまざまなジャンルの音楽に合わせて行いながら繰り返し動いていくことで、ダンスに慣れていない方やまた初めて挑戦される方でも結構気軽に踊ってるっていう雰囲気をね、味わえるクラスになっております。で、こちらの指南もちょっと難しいのが単語なんですよね。いろいろな、ダンス用語が出てくるんですけれども、ちょっと言葉が似ていたり、またレッスン中にパッと聞くだけでは何の動きかわからないものが意外とたくさんあります。今回はこちらの動画で手話に出てくる主な動きをピックアップして、解説をしていきます。中には結構似ている言葉の、ね、ものもありますので、違いをしっかりここでね、理解していただけたら幸いです。もしよければ最後までご覧ください。それでは早速行ってみましょう。前に進んだりまた後ろに下がったりもしていきますが、足を出してから揃える動きっていうのがステップタッチというふうに覚えていきましょう。それでは2つ目、ステップタップ。さっきはタッチ、今度はタップなのでちょっとだけ違うんですけれども、ステップタップは踏んで足を揃えずにちょっとお尻を床に下ろします。これがね、この動作がタップなんですよね。ステップタップは足を揃えないで踏んで、反対側の足を踏んで1、2、1、2、1、2、こういった動きがステップタップになります。ステップタッチとの違いは足を揃えるか開いたままかっていうところが大きな違いですので使い分けていきましょう。それでは3つ目、ステップヒール。ヒールっていうのは片足のことを指します。なのでステップヒールは主に足を前に出す動きの時によく使われますが、踏んでかかとを床にタップ、踏んでかかとを床にタップ。なので前に出してる足はつま先が上に向きます、つま先が上がります。これがステップヒール。ステップタッチとステップタップとね、この2つと比べたらだいぶ違いが分かりやすいかなと思いますし、まあ、耳に入ってくる音もね、ヒールはかなり違うと思いますので、ステップヒールと聞いたらかかとだなっていうふうに覚えてみましょう。以上、この3つが紛らわしいシリーズでした。それでは次に今度は胸の動きを2つ紹介したいと思います。胸はチェストというふうに呼びますので、チェストなんとかってつく動きに関しては胸元の動きであることを覚えておきましょう。主によく出てくるのがチェストパンプとチェストロールの2つになります。まずチェストパンプは胸元を前に押し出す動きになります。こういった動きですね。それに対してチェストロールっていうのは、ロールっていうのは転がるとか回すっていう意味なので、この場合チェストロールは床と平行になるように回していく動きになります。前から横、後ろ、反対側横を通ってぐるっと回す、これがチェストロールになります。
構ね動きは全然違うんですけれども、どちらもチェストが最初についちゃってるので、一瞬どっちがどっちって少し分かりにくいかと思いますので、チェストパンプ、チェストロール、この2つ機械違いを覚えておくと踊りやすくなると思います。それでは次に、今度はお尻の動きに移っていきましょう。お尻の動きもいくつかあるんですが、特に手話はお尻をとにかくよく使うので、結構ねお尻の動きもたくさんある中、どれがどれだけって結構ね、紛らわしいかと思いますので、しっかりと違いを覚えていきましょう。ここで紹介するのは3つのお尻の動きです。まず1つがヒップロック、次にヒップロール、そして3つ目は少し変わった動きでワークというお尻の動きになります。でまず1つ目、ヒップロックから。ロックっていうのはゆりかごのイメージでよく使われます。なので揺れる動きなので、ヒップロックは主に横に揺らす動きと覚えましょう。もちろんね、これ前後ろ上方向もヒップロックと呼ぶことができますが、主にね出てくるのは横方向かと思いますので、ヒップロックといったらお尻を左右に振る動きで覚えておきましょう。2つ目、ヒップロール、これはチェストロールと同じで、今度はお尻を回す動きになります。さっきのねチェストロールと同じように、お尻を前から横後ろ反対側横通ってぐるっと一周、こういった動きがヒップロールと覚えておきましょう。では3つ目、こちらが少し変わった動きで twerk というものです。綴りは下に書いておきます。 twerk は何かと言いますと、お尻を後ろに押し出す動きです。今回のシバの 最新の新曲48番のリリースでも出てくる動きなんですが、 twerk って日本語に訳しづらいんですよね。とにかくお尻を後ろにちょっと弾けるような動きで覚えておいてください。足踏みをしながら振るのは上半身のみ。それに対して
足も上半身も全部振りますし、なんなら片足で振ったり片足立ちで振ったり、もういろんな角度で振ることが OK とされますので、シェイプは比較的自由と思って覚えておくといいかと思います。で最後に、これは、ね、主にもうラテンの曲で使われることが多いんですけれども、マンボウとサルサ、この2つちょっと似ているんですが違いがあるので、説明をしていこうと思います。この動きに関しては特になんですけれども、シュラフではこのように理解をしてくださいというふうに私も説明をしますので、他の例えばズンバやリトモスだったりという他のダンスプログラムではもしかしたら違った解釈になるかもしれません。その点ちょっと気をつけて聞いていただければと思います。ではマンボウとサルサどういう違いがあるかというと、足の動きは実は一緒です。ただしテンポの違いがあります。まずどちらも1、2、3という動き、3歩足踏みをしています。マンボウはゆっくりめで覚えていくと一番わかりやすいかと思います。マンボウは1、2、3、1、2、3、リョコも1、2、3、1、2、3です。それに対してサルサは比較的ちょっとテンポが速いで覚えておくとわかりやすい違いになるかと思います。サルサは1、2、3、1、2、3、1、2、3ぐらいの速さなので、テンポの速い曲の時にはマンボウではなくサルサっていう風に呼んでることが多く見受けられます。結構リリースによってね、曲によってかなり名前が変わってたりもするので、まあ、どっちがどっちってね、どっちが正しいかっていうのも難しいんですが、まあ、どちらかといえばマンボウはゆっくりめ、サルサは速めのテンポで使われることが多いと覚えておきましょう。ちなみにちょっと似た動きなんですけれども、サルサに似て速いテンポの3歩の動きがチャチャという動きがあります。さっきね、マンボウもサルサも1、2、3というふうに3歩足踏みをしているんですが、チャチャも実は1、2、3と、ね、同じリズムで踏んでいます。チャチャとサルサの違いなんですけれども、個人的にチャチャは移動が入っています。その場でチャチャももちろんあるんですけれども、移動しているパターンもあるので、チャチャは移動もあり、それに対してサルサは出した足を戻します。出して戻す、出して戻す。チャチャはその場で踏むか、もしくは移動をするかという2パターンになりますので、ここが、サルサとチャチャの違いかと思います。そしてね、紛らわしいですが、このマンボウ、サルサ、チャチャ、この3つは同じ曲でも出てくることが多いので、なんとなくでも構わないので、違いが分かると踊りやすくなると思います。ぜひ覚えてみましょう。それでは最後にまとめとして、この動きはどっちかテストしていきたいと思います。今からいくつかの動きをお見せしますので、どっちの動きなのかを自分の中でテストしてみましょう。それでは、どうぞ。中にはやっぱりパッと聞いただけではわからない動きだったり、実際どういう動き
しありましたら皆様のご意見、提案、コメントとか、あとはね SNS のダイレクトメッセージなどで相談していただいても、大歓迎ですので、皆さんぜひぜひ、コメントなどなどください。たくさんね皆さんの要望が集まれば、またこういった形で第2弾もねやっていきたいなと思いますので、まず皆さんのわからない動きとかあれば聞いてみてください。お待ちしております。それでは本日の動画は以上でおしまいです。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。この動画が少しでも